兄貴、次はどんなテーマだい？一口に歌舞伎といってもジャンルによって表現が違うって話だぜ。四幕目、時代と世話、それぞれのリアル。歌舞伎には時代物と世話物っていう二つのジャンルがあるって知ってるかい？なんとなくわかるぞ。時代物は時代劇で、世話物は今の話さ。大体合ってるが、もうちょっと詳しく見ていくぜ。昔の話、今の話っていうのも、あくまで基準は江戸時代。鎌倉時代や室町時代など、江戸時代より前の時代を舞台に、主に武士や貴族が活躍する物語が時代物。なるほど。江戸時代の人にとっての時代劇なんだな。この衣装は豪華で目がくらみそうだ。どんな登場人物が着るものなんだい？これは一ノ谷双葉軍旗という演目で、主役の熊谷次郎直実の衣装だ。一体どんな話なんだい？源平合戦の最中、一ノ谷の戦いにまつわる物語で、勇猛な武将直実が主君義経の命を受け、自分の息子を平敦盛の身代わりにする悲劇が描かれる。へえ、戦でこんな服着るのかい？きらびやかな紛争に大げさなセリフ回し、なんていう誇張された表現が時代物の特徴なのさ。ほら、金糸銀糸や色糸を織り交ぜた豪華な刺繍だろう。衣装を見るだけでもいい目の保養になるな。世話物は身近な色恋沙汰とかが多いよな。そうだな。江戸時代の観客にとっての同時代を舞台に、どこにでもいる商人や職人さんなど、ごく普通の人たちが中心となって、喧嘩や色恋沙汰、親子の情愛などのドラマが展開する演目のことさ。江戸時代の俺たちにとっちゃ身近な現代劇ってわけだな。衣装もほら、今お前さんが着ているのとあまり変わりないぞ。本当だ。この草履や手ぬぐいもうちにあるのとほとんど同じだ。こっちはどんな話だい？これは弱情け浮名の横串、ヤクザの親分の愛人おとみと恋に落ちた与三郎は、そのことが露見して半殺しの目に遭う。お互いに死んだと思っていた恋人たちが再会を果たすが、テレビドラマにもありそうな設定と、しがねえ恋の情けがあだの名セリフが人気の演目だ。おいおい、与三郎とおとみはその後どうなったんだい？いいところでやめるなよ。時代物は江戸の観客にとっての時代劇。武士や貴族が活躍し、華やかで様式的な表現が見どころ。同時代を描いた世話物は庶民が主人公で、身近なドラマが展開する。時代と世話は見た目は違うが、それぞれにリアリティを持った優れた表現様式なのさ。さっきの芝居の続きも詳しく知りたきゃ、展示室内のシアタースペースでも見ることができるし、時代と世話のセリフの聞き比べなんかも楽しんでほしいもんだ。そいつはいいや。お、次はついに最後のテーマかい？入門展いざ歌舞伎、国立劇場伝統芸能情報館にぜひ見に来てください。